侍ジャパン打撃成績。侍ジャパンここまでの打率と OPS の一覧はこちら。大谷、化け物すぎふ。中野はようやっとる。大谷超えの強打者おるやん。やっぱり岡本冷えてしまったわ。ほんま左だらけやな。近藤打撃だけならメジャー勢について出てるのやばい。ぬー言うほどやん。他のがええやん。守備、走塁型やぞ。ヌーは内角低めのスライダーが弱点って分かっちゃったからね。どう考えても4番吉田の方が強いやん。中野中村と海湯やたらつながる下位打線。村上干しても代わりに出てくるのが山川岡本という事実。牧岡本やろ。岡本は2戦目で調子上がったと思ったら次の試合休みやったからちょっとかわいそう。言うてがちの試合は韓国戦の最初だけみたいなもん。メジャー組足す近藤以外は信用できんわ。牧は評価できるよ。少なくとも山田よりは上。普通にポジってたけど今日のグループ D 見てこいつらも冷え冷えになるやろなって確信したわ。下位打線とかバットにすら当てられないんじゃないかな。中村ってあんな打つんやな。守備はいい司会より全然良いと思ったわ。一応ヤクルトで27つけても文句言われんくらいはようやっとるからな。結局チーム二冠王の大谷。なんだかんだ大谷が一番打ってるってのがすごいわ。期待値通りの活躍って大変やしな。ご視聴ありがとうございました。他の動画もぜひよろしくお願いします。